デートだね。なんか久々のデートだからちょっと奮発してこういうレストラン予約しちゃった。食べよう食べよう、ね、久々のデートだ。あ、昨日もしたか。そうか、そうだ。あ、そういえばさ、なんかさ、俺映画に最近ハマっちゃっててさ、うん、映画見に行こうよ。映画ね、映画好きでしょ。あれが嫌いなんだ。なんで暗いとこが嫌いなの。映画やめようか。映画今度見に行こう。うん、うん、あ、そう、あのこの前のやつすごいよ。あ、あれの続編またやるんだね。あ、そう、行こう絶対。うん、そうだね。うん、温泉行きたいな。うん、温泉行こうよ。温泉ね、温泉だったらさ絶対あ、温泉も忙しいから無理。温泉も無理か。温泉まんじゅう、温泉まんじゅう、温泉まんじゅう、こしあんとつばん、あの どっちか、あの好き。あ、ズバン、あ、俺も、うん、あ、行こう今度、うん、食べに温泉、箱根行こう、うん、そうだ、そうだね、うん、温泉まんじゅう、つぶあんとこしあんどっちが好き？あんが嫌いなの。なんかさ、なんかさ、別に誰とは言わないけどさ、こうやってさ、ご飯とか食べてる時にさ、なんか横の人が、なんか話盗むみたいなことってあるよね。わかんない？あ、別にわかんなかったらいいんだけど。盗むで思い出したんだけど、おあのサイ盗んでる時あった。速度の時、そうそう、躍動の話、うん、そう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 、あね、あったよね。盛り上がってるか。そうそう、うん、あ、これ話、うん、実は前々から言おうと思ってたんだけど、僕と結婚してください。じゃあ俺もプロポーズ盗むやつがあるか。プロポーズ盗むやつがあるか。じゃあ俺もってなんだよ。そんなプロポーズあんのか。ごめん、答えは？あ、ダメ、無理、うん、帰る。あ、そう、こっちは。ありがとう。いけんだ。幸せな家庭作ろう。いけんだ。いけんのかい。なんじゃこの世界は。正々堂々とした方が負けて、盗んだやつが勝つのか。何実ってんだよこいつら。俺正々堂々と言ってたのに、ダメで泥棒が勝って、泥棒が勝って。おい、何ですか？お前ずっと盗んでた。盗む？お前正々堂々と勇気振り絞って言った方が振られて、なんでお前みたいに盗んでた方が実ってんだよ。それ今までの関係の築き方じゃないですか。何も言えねえ。何も言えねえや。あ、ハネムーン、あ、ハネムーン行こうね。うん、温泉。やめとこ、縁起悪いから。会計、会計だ、うん、会計して。ハワイでしょ、ハワイ、うん、いい、メインディッシュはもういいから、うん、早く会計して。メインディッシュ食べないですか？あ、じゃあ僕らもらっていいですか？ちょうど、はい、なんかね、お腹空いてるもんな。じゃあ一緒に食べて。いや、ダメ、やっぱやります、やります。え、この大泥棒が。お前、俺から話盗んで、プロポーズ盗んで、銀仏のムニエルまで盗むのか、お前は。銀仏の方、あ、じゃあ僕らの一個下のコースですね。いやー、お前。僕らの一個上の、あの牛フィレ肉の。すごいな、お前な。お前ルパンだな。全部盗んで。ルパンだよお前。ルパン、ルパン盗んでない。ルパンだよお前。俺ルパンじゃない。ルパンだよ。盗んでないっすよ。ルパンだよお前。盗んで、まあ盗んだって言ったら彼女のハートぐらいですか。うまい、うまいじゃねえ。クソしょうもねえ。あ、そうだね。ねえ、一世一代のプロポーズ、一個下のコースっていうのがね。まあいかにしろマジでおい。あ、じゃあ俺らも帰ろうか。うん、すいません、帰ります。あ、はい、メインディッシュじゃあこっち持ってきてくださいね。メインディッシュ、あ、メディッシュ残って、あ、いいっすよ、この人にあげてください。焼け食いするには足りないと思うんで。